この裁判は三原市や竹原市の住民が東京の産業廃棄物処理業者 JAB 共同組合が建設する処分場から出る汚水で井戸水や農業用水が汚染され健康被害が出るとして県に処分場の設置許可を取り消すよう求めているものです一審の広島地裁は井戸で使う地下水の調査などに関して県の審査や許可の判断に看過しがたい加護 欠落があるなどとしししてて設置許可をを取り消す判決を出していました今日始まったた始っ控訴審で住民側は県は茶番のような水質検査で汚染は収まったというが今も流れる水は泡立っているなどと主張し控訴棄却を求めました県側は法令にのっとって適正に審査していて県の手続きに問題があったとする一審の判決は受け入れがたいと主張し 住民側の訴えを退けるよう求めました裁判は次回5月24日に開かれる予定です